フリーアザーバードですね、今月も始まりました。はい、はい、こちらの番組はですね、こちら、下北沢にあるビートルズバーブレスさんからですね、はい、毎月ブレスのおすすめイベント情報やアーティスト情報をお伝えする番組というふうになります。はい、先月下北沢音楽祭が、はい、7、8と2日続けてありまして、はい、お邪魔させていただきましたけども、両日とも猛暑の中ですね、マスターやスタッフ皆さん汗だくになりながら、すごいいいイベントだったなと、はい、はい、見てて、また楽しいね、すごい楽しいイベントでしたけども、はい、当日の模様をちょっとダイジェスト版に編集した動画を翌週にうちの方からアップしてますので、はい、よろしければご覧いただければなというふうに思ってますけど、はい、まあ当日ね、外でフリーライブやりながらお店は通常営業ということで、はい、小野寺さんはお店の方で朝、はい、昼と昼と夜と、はい、イベント回されてて、いやもう皆様本当にお疲れ様でございました。今月またですね、いつものように8月の今月の、はい、ブレスのおすすめ情報からまたスタートしていきたいというふうに思いますので、はい、今月もまたよろしくお願いいたします。お願いします。この番組は新しいアーティスト活動を創造する LA プロジェクトと下北沢のビートルズバーブレスの提供でお送りします。今月8月のブレスのおすすめイベント情報を小野寺さんからご紹介をお願いします。はいはい、8月の20日の日曜日ですね、はい、夜のイベントなんですけども、これそうですね、7月に、はい、周年イベントとして、はい、フリーアザーバードを3回やったんですけども、はい、肉食べ放題の、そうですね、肉食べ放題をやったんですけども、はい、それがとても、好評だったこともあって、20日にも肉のイベントとして肉ブレというタイトルで、肉ブレで完全にお肉をメインに、そうですね。こちらはあれですか、また肉イベントそうですね、と飲み放題もつくんですか。飲み放題も選べます。選べる、あ、はい、そうなんですね。結構なんか見るとゴリアカラスさんが出られるんですね、はい、バンド系のイベントになるんですね。バンドと、そうですね、アコースティックもいますし、います、はい、って感じですね。時間としては、6時半からオープンの7時スタートですね。7時からじゃあイベント終了までに大体2時間が肉食べ放題、はい、そう、9時半まで食べ放題ですね。食べ放題プラス、お客様の申し込みによっては飲み放題もつけられる、そうですね、はい、ということで、はい、こちらはじゃああれですね、フリーアーズバッドとまたちょっと違って、そうですね、こういったイベントという形なんですね。はい、8月はちょっと先月ね、アニバーサリーでたくさんイベントもあったので、はい、あって、どちらかというと通常イベントが多いかな、そうですね、フリーアーズバッドが結構多めに入ってるみたいなんですけど、はい、ちょっと後ほどあれしようかと思うんですけど、私もちょっと8月また出させていただくことになりましたので、はい、普段のね、通常のフリーアーズバード、プラスこの肉ブレですね、はい、ぜひブレスの肉イベントをお越しいただければなというふうに思います。はい、今月はじゃあこの肉ブレが一番のおすすめということで、はい、じゃあ、そうですね、8月の20日日曜日ですね、ぜひ、よろしくお願いいたします。はい、今月はですね、いつも自分のパートでここを喋らせてもらってるんですけど、先月お伝えした通り、一件、私としては結構重要な告知にはなるんですが、イベントの告知をしようかと思いまして、はい、実はこの番組、始めさせていただいて約1年半も経つんですけど、はい、1年経った、今年の4月にですね、小野寺さんの方からせっかく1年続けてきたんで、この動画、この企画と連動した形でちょっとライブイベントを組みませんかという、ご提案をいただきまして、はい、非常に私としては嬉しいなと思ったんですけど、それでちょっと今回ですね、11月の24日、はい、金曜日ですね、はい、最近ですと世の中のプレミアムフライデーとかって、はい、結構早く会社上がれるらしいので、はい、非常に曜日的にもいいのかなというふうに思うんですけど、この日にですね、スリーマンライブイベントを、行うことが決定いたしました。はい、で、コンセプトとしては上質の音楽を料理とお酒でね、楽しむっていうことで、そうですね、で最初は
小野寺さんの方から、まあ、私とブレストおすすめイベントあのアーティストを出し合ってイベントにしましょうなんていう話だったんですけど、まあ、小野寺さんから今回高山さんの方であのブッキングであのアーティストを呼べるんだったらもうそれで決めちゃってもいいですよみたいなお話をいただけたんで、はい、今回も最初というのもあってですね、3名ともちょっと私の方で声をかけさせていただきました。で一応コンセプトとしてその、まあ、上質な音楽っていうところもあったんで、まあ、私のこうつながりの中でですね、まあ、ワンマンライブをこなしているレベルでですね非常にいいアーティストを呼びたいというところで今回3名、お声掛けさせていただいて、はい、まあ、決定ということで、出演者の方がですね、まあ、発表なんですが、まずお一人が、加穂さんですね、はい、それとあと、高尾彩香さん、はいはい、あと松本優子さん、はい、この3名による、スリーマンライブということになります。で、まあ、各アーティスト様のご紹介を、まあ、来月以降この中でお一人ずつ紹介していこうと思いますので、まあ、今日はちょっとお名前3人だけ出させていただいて、でイベントのちょっと詳細の部分で少しお話ししていこうかなと思うんですけど、はい、一応ですね18時会場の、19時開演、はい、で、1人50分、これなかなかないですよ ね、 そうですね、50分って結構長いなというふうに思うんですけど、だいたいスリーマンでも40分ぐらいなんで、はい、結構長い時間お一人たっぷりとね一人一人見れるかなというふうに思います、はい、で、お一人様は50分で、で、19時からスタートという形になりますけども、今回はチケットに、まあ、料理代とドリンク代が含まれる形で、はい、進めてご提供、ね、していきたいと思ってます、はい、で、ブレスの方でちょっと少し、まあ、料理とですね、はい、あと2ドリンク、はい、ついて、お一人様3500円で、はいはい、こちらチケット代となるんですけれども、ちょっと今回ですねそのブレスさんから料理も提供するイベントということもありまして、チケットの発売の形が若干通常のライブと異なりましてですね、はい、まあ、今日8月1日をもって情報解禁で、多分各アーティスト様も情報として出されているとは思うんですけど、はい、チケット発売がこちらちょっと1ヶ月後のですね、9月3日日曜日のですね、はい、朝10時から、はい、こちら一斉にスタートというふうになります。まあ、ちょっと料理をね提供するっていうところもありまして、ブレスさんでの、まあ、お客様の人数管理という形になりますので、まあ、よく普通舞台とかねメジャーアーティストのライブもそうですけど、はい、今回ブレス様のですねオフィシャルホームページの、グッズ販売というところで、特設サイトという形 で、 そうです、はい、今回のイベントに関するチケット発売ページというのができます。で今現在まだできてないと思うんですけども、9月3日の10時の段階でそこがまあオープンされますので、はい、そこからお客様の方が、アクセスしていただいて、まあ、予約という形で、はい、お取りいただくというところですね。で、まあ、細かいそのところについてはまたおいおい来月以降ですね、来月1日の放送で完璧にこう出せると思うんですけど、とりあえず、発売日が9月3日日曜の10時からでちょっと遅れますというところで、今回はご理解いただければなというふうに思うんですけど、はい、そうですね、また詳しいお問い合わせとかは別にお問い合わせに関してはねそれまでも、ブレスさんの方で対応できますので、はい、いつもこちらに出させていただいてますけど、ブレスのホームページの方などからですねイベントに関するお問い合わせとかは随時受け付けていますので、何かあれば、はい、そちらからご連絡いただければというふうに思います。で、まあ、ちょっとねイベント告知から販売までの1ヶ月間というのがちょっとあるんですけども、はい、来月の放送でそこは確定した情報としてまたお出ししたいと思いますので、はいはい、ぜひそちらをご覧いただければなというふうに思います。まあ、ちょっと注意していただきたいのは先着順という形になりますので、はい、あくまでお店の管理になりますので、アーティスト様に直接ご連絡いただいても予約完了にならないので、はい、ブレスさんの方に必ずその特設サイトからご依頼いただきたいというふうに思います。はいはい、で、まあ、来月以降ですねその3名のアーティストを一人一人ちょっとご紹介していきたいなと、はい、なんで今回
選んだかとかね、その私のこう思いとかも含めてるんですけど、はい、でなんで今回はちょっとですね、こちらのイベント11月24日金曜日ですね、はい、じゃあフリーアーザーバード特別編ということで、君に会いたくてというサブタイトルがついてますが、はい、あの女性、今回は女性アーティスト3人によるスリーマンライブということになりますので、はい、ぜひこちらご注目いただきたいなと思います。はい、なんで来月以降このコーナーでですね、このイベントについてまた詳細をどんどん出していきたいと思いますので、はいはい、また、来月以降もチェックしていただければと思います。今月はとりあえずこの辺りで、はいはい、またおいおいですね、情報を展開していきますので、ホームページ等もご覧いただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではもう今月もエンドパートということになりますけども、はい、まあ、ちょっとね、11月のイベントに関してはおいおいまた連絡していきたいというふうに思ってます、はい、あとあのうちの方でもある程度問い合わせ対応できますので、はい、まあ、私と直接知ってる人もそうですけども、もともと私の方を見てるっていう人も、はい、こっちから何か問い合わせいただいても一応対応はできますので、はいはい、その辺は臨機応変にやっていきたいなというふうに思ってます。で今月先ほどちょっとちらっと言ったんですけど、ちょっと私の方で一件だけ告知させていただきたくて、はい、8月の16日ですね、こちら水曜日になりますけども、通常のフリーアザーバードの対話イベントなんですけど、ちょっと久々に小野寺さんにお願いして私の方で出させていただくことになりましたので、はい、久々に私ブレス出ますので、はい、できればそちらの方にもお越しいただければなというふうに思ってます、はい、あと、まあ、いつもの形あれですけど、まあ、ブレスさんのね、ビートルズセッション等もいつも通りございますし、はい、まあ、先ほどご紹介したイベント以外にも他にも楽しいイベントたくさんありますので、はいはい、そちらの方をホームページから見ていただいてお越しいただければなというふうに思います。今月は特に情報としてはそれぐらいですかね。まず1月の告知、まあ、情報解禁と、あとは、肉ぶれのご連絡というところですね、はい、はい。じゃあ今日はこの辺で早いですけども、はい、締めようかなと思いますが、特に大丈夫ですかね、はい、はい。じゃあ、今月はこの辺でですね、終わりにしたいと思います。また来月以降ですね、いつも通り1日にアップしていきますので、はいはい、ご覧いただければと思います。今月もありがとうございました。ありがとうございます。この番組は新しいアーティスト活動を創造する LA プロジェクトと、下北沢のビートルズバーブレスの提供でお送りしました。